衝撃的なスタメンで勝利してもファンは満足してない。昔川上が8回まで投げて岩瀬が出てきた時に解説の江川がやっと変わってくれたと思ったら左の川上が出てきたって言ったのを覚えてる。1-0しか勝つ方法がない。今日のライデル良かった。バンテリンドームを象徴する試合だったわ。やっぱりいつもの勝ち方か。まあ良かった。久々にエグいライデル。本当にあのホームランで決まってしまった。先発ヒロトしか勝てない。よっしゃ、ヒロト細川個人軍勝った。すまんな読売班、ヒロトの日は諦めてくれ。打線入れ替えしても1点のみなのはなぜなの。よしキーマン中田がスタメンになって勝ったな。細川の1本がなかったら。いや勝って嬉しい反面、野手がクソなのは変わらんし、なんか上がり目が欲しいんだよね。もっと他でも勝てるさ。ソロホームランの一発だけで勝つ広島はマノエース。しかしこれで綿の P は勝てない。首の皮一枚つながる。やっぱ横浜ヤクルト以外にはそこそこなんよな。こいつら打ちすぎなんや。まあ最後細川を変えなかったのは成長が見られる。後藤俊太にあんだ。細川の一発なかったら地獄だったな。投手戦は連打が出ないからホームランで決まるの格言通りだな。先週と同じヒーローコンビだ。まあ投手はこんなもんやろ。あとは打線の組み方だよ。素直にやれや。立浪、自分の采配で会心の勝利にご満悦。打てる奴らを1から5番に固定しろ。メヒア松葉でも勝つぞ。今日ポジ要素多いな。細川、広志と、ライデルはいつも通り良いし、後藤が結構やってくれそう。戸郷から2安打早えな後藤。後藤を上げてくれと言い続けた甲斐があった。今日はほんと内容あった。明日からも使わないとね。井上がずっと押してたんだよな。久々にエースができたという感じ。試合前に戸郷に勝つなら一発って書いたけど本当に一発のみで決まったな。中田か福永。どちらかは打ってほしかったが。なおヒロトはフォーム変える機会を伺ってる模様。もうさすがに諦めたやろ W。いやそれはやめろ。これで明日後藤ベンチ颯爽と岡林登場。それが立浪。運が悪かったな。高橋がいるローテと当たって。細川は4番じゃない方が打つのか。広志と一人で勝ってんな W。 細川打つと勝つわな。ようやった。途方に負けつけたった。オメガ。ヒロトがいなかったら連敗が止まらなかったと思う。ヒロト今日120球投げて来週中4でオールスター投げたら。次先発いつになるんだ。甲子園の3連戦はなさそうだから次のバンテリンドームの役戦の初戦かな。明日から4番どうするんだよ。もちろん中田だが。こんな投手がいるのに下位争いはおかしいわ。規定にまだ足りないんか。8イニング投げても週5試合あったら。3イニング分しか規定に近づかないし。オールスターでなかったら休み挟んで一気に縮められたのにな。自分のことを山本由伸と思い込むことによって極限まで成長したのだ。そのうちのおのおとか。やりそうだな。EH ゲーム支配者三塁に到達させてなかったんか。やりおるな。規定投球回数あとどれくらいなんだろう。あと2イニングや。高橋宏斗が6人いて細川が8人いたら優勝できるな。中田エースと主砲が打てば勝つんよ。そうだな W。 うちも三塁踏んだの細川だけやん。途方から連打は厳しいから。ホームランで決めてくれた細川ありがとう。ゼロゼロで延長とか消耗戦は勘弁だからね。右後藤、左安見後四球右安ようやっとる。そしてまた細川に3打席しか回ってこなかったぜ。投手戦に持ち込めれば戦えるんよ。落ち合い野球と何が違うの？監督含めた首脳陣の質かな。旧落ち合い野球と何が違うの？ A 順位。加藤はどうしてもう少しだけでも打てんのか。なんかもったいないわ。あと2戦中田をスタメン固定して2勝して巨人煽ろうぜ。それ落ち合い野球よりつまらなくね。中田抜いて打順前に詰めてればもっと楽に勝てたよな。
いきなりゲッツーは呆れて声も出んかったわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。